本田忠友は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての大名、上ズ大滝藩の第二代藩主、天正十年、徳川家康の重臣、本田忠勝の次男として生まれる。父に劣らぬ優勝で、慶長五年、関ヶ原の戦いに、父と共に従軍して活躍した。戦後、その先行により、 父が伊勢グアナ藩に違法されると、父の給料、カズサ大滝五万国を与えられた。慶長十四年、ドン・ロドリゴ一行のスペイン戦産フランシスコ号が、公開中にナンパし五十人余りが溺死し、三百人余りが、カズサ国位は和田村田尻の浜に上陸した際はこれを、保護し艦隊し。ロドリゴは、ドン・ロドリゴ日本見聞録の中で、一行は、 約40日間滞在したが、その間、村の人々が、献身的に対応してくれたと記している。ただともも300人余りの家臣を率いて、ロドリゴの元を訪れ、幕府への報告を約束し、温情ある措置を取った。日田開発を積極的に行い、慶長14年に、国吉原、慶長16年に満期、原の開発を奨励している。慶長15年、 父の忠勝は亡くなる前に、軍費として一万五千両を忠とに譲ろうと遺書を残したが、忠とは、兄の忠政は、所領も広く、所用もまた多いだろうと言って、この金を受け取らなかった。忠政は、暴風の異名に背くべからずと言って、互いに金を受け取ろうとしなかった。結局、兄弟で折半することになった。慶長19年。 安防国の里見忠義海駅の際には、佐抜城主、内藤正長と共に、盾山城の破却と近辺の守備を行う。慶長19年、大阪冬の陣でも活躍したが、酒を飲んでいたために不覚を取り、敵の猛攻にあって敗退した。それを家康に咎められた忠友は、翌20年の大阪夏の陣の時、汚名を返上しようと天皇寺、岡山の戦いで先方を務め、 毛利勝長軍に正面から突入し、奮戦したが戦死した。去年三十四、死の間際、ただともは酒のために身を誤る者を救おうと遺言,言したと言われ、死後、酒封じの神として崇められている。ただともの墓は一心寺の境内にある。後にただともの骨は分骨されて、吉信寺に葬られた。家康はその死を痛み、ただともの維持。 正勝を大和郡山藩主として封じた一心寺の墓所。ありがとうございます。